絶対誰も捨てに来ねえ。これ一体何年前に切り倒されたんだ。まあ何十年だろうな。通行止めっていうか永久に誰も通れないだろこの道は。ってそう何なんかの土台だよね。え、いやなんだろうあのでっかいコンクリート、わかんねえ、なんかの壁かな。屋根には見えねえから多分壁か土台かどっちかだと思うけどね。あれ土砂崩れだ。これ崩れないよな。いや一応車で乗ったことあるけどね。あこっちが高梨村だよ。わかる？覚えてる？覚えてる。こっちが湖。これ叩いて渡る？叩いて渡る？叩いたら壊れそうだけどなこの橋。結構大規模に崩れてんな。ここ前道だったんだよ。本当だ。うん、ほら川の向こう側にも道があってさ。本当だ。一応タイヤの跡があるけどももう二度と誰も使わねえだろうな。やっと着いたね。疲れた？大丈夫？
もう完全に通れねえな。昔は車で行けたんだが、なんだこれ。これ学校の運動会で校長先生が乗ってるやつかな。おお、いいぞ。中に誰もいないよな。何の機械だろう。運転温度調節燃焼発電機かな。10年前の不法投棄だろう。今はもう完全に車通れないからな。立ち入り禁止って、いや、あの立ち入り禁止の場所から来たんだけどね。あのとこに家がある。何の音？うわ、崩れてんな、みんな。一体いつの時代の洗濯機や風呂桶だよ。完全に埋まってんじゃん。
もうどこが崖かわかんねえし。すぐそこが聞こえたな。ここを突っ切るしかないか。毛虫とかいないかな。よいしょ。なんだこの穴ぼこ。見たことない廃墟だな。まだ建物があったのか。崩れてきそうだな。もし崩れてきてもこの木の陰にいりゃ大丈夫か。これ家かな。この一軒だけか。謎の公園だね。